いや小松さん、これ平田に取りましたよ、2試合連続のリリーフ失敗、失敗ですね。ちょっと辛いですね、今日のマウンドもね、ちょっと今度は大事なところで使いにくくなってきましたね。あ、そうですね、これで、ま、なおワンアウト満塁、しかももうあの守りのベースカバーのミスですからね、これ2アウト2、3塁だったらまだなんとかなるシーンでしょうが、さあワンアウト満塁が続きます。負け2だったのがね、はい、助かってそこからですからね。そうですね、ちょっとこうベイスターズにも守りのミスが出たというところです。ピッチャーは左の大原に変わります。あと左のリリーフでいうと高橋尚成も今ね一軍に入ってますからね、まあ、こういう場面では、今シーズン信頼感のある大原ということになるでしょう。いやー、これなかなかこの試合も一筋縄ではいきませんね。もつれますね、はい、両チームは。でなおかつ両チームともにもう一押しするチャンスがありながら、そこを一視してきてこういうもつれた展開になっているというところでしょうね。さあ、代打の代打、赤坂が起用されます。これ、共にベンチ共にこう系統にミスが一つ出てるということでしょうね。昨日と同じ展開になりましたね。いや、もうさ、両チームともこれ、疲れの残るゲームになりそうですけどもね。やっぱりこうさ、こういうゲームは取らないとっていうところでしょうね。ですね。さあ、ワンアウト満塁。セカンド、ショートは後ろに下がります、内野陣。さあ、代打赤坂。1球目、打ち上げました。さあ、ファーストファールフライですが、追いつくのかどうか。追いつけません。フェンスが気になります、ロペス。もうなかなかこういう場面で、ね、初球から振ってきませんからね。そうですね。はい、いいんじゃないですかね。追いついてはいたんですが、完全にフェンスが上がってしまいました。ますからね、守りのミスが2つ出ました、ベイスターズ。2点差。さあ、ワンヒットで同点という場面です。この後は先制犠牲フライの遠藤。まずは赤坂。夢高めに外れています。さあ、この後は遠藤が控えます。もつれる今日のゲーム、まあ、毎回のようにチャンスを作ってきた中日がなかなかホームが遠かったここまでですからね。ようやく2点目。さあ、赤坂のバットで点差、あるいは同点になるか。ファールです。外野は定位置みたいですね。あ、そうですね。シングルならまあ、はい、2点入るという入ります、ね、そうですね。間を抜かせないような守備体系ですね、はい、ご覧のようにアベレージでいうとこの人はもうヒットが続きましたんでね、こういう場面でまた大きな一つ仕事ができるか。入った時からね、もともとバッティングがいいって言われてましたからね。そうなんですね、ピッチャーでね、はい、入団はピッチャーでした。ピッチャーのドラフト1巡目ですからね、苦労してここまで這い上がってきました。8年目、追い込んでいます。ボールになります。さあ、これバッテリーとしては次のボールで勝負でしょうね。楽天の大久保監督がね、この赤坂をリトルンとか見てるんですよね。あ、そうですか。入った時からね、お前は早くもうバッターになれってことを、ね、言ってましたけどね。そうですか。ピッチャーの前バットの縁だからっていうことをね、はい、常に言ってましたね。野手転向5年目のこの赤坂、一旦は育成選手にもなりました。2-2、なんとか食らいつきます。
4年ぶりに去年支配下登録選手になりまして、今シーズンがプロ初打席というピッチャーです、はい、選手です。ちょっと苦労しましたけどね、はい、入団1年目、高卒1年目で交流戦の西武ドームのマウンドでプロ初マウンド、ただ打席に立つことはありませんでした。そこから長かったここまでということになります。8年目、大きなチャンス、トゥートゥー、ライトの右、破っていく、同点のホームイン、そして一塁ランナーは三塁ストップ、赤坂同点タイムリーツーベース、ガッツポーズ、追いつきました中日。この8回3点取って4対4やりましたね、赤坂大打席成功。バッティング、まさにいかがですか。綺麗かなと思いましたけどね、はい、うん、こういう場面で打てるのは何点持ってますかね、はい、谷繁監督、この試合初めて笑顔がこぼれました、うん、ベンチが盛り上がります。このガッツポーズ嬉しいでしょう。ここは一気にね、はい、逆にしないといけませんね。そうですね、他も試合決めないといけないですね、ドラゴンズが。さあ、そしてトップに帰って遠藤です。なおワンアウト2、3塁、ここは三塁ランナーもいいですしね、はい、三塁ランナーは藤井、初球打ち、浅いセンター前ですが、どうか、うん、これではバックホームできない、あ、うん、取ったね、タッチアップできません。遠藤もヒーローになれるチャンスだったんですけども、ここはセンターフライ、ちょっと暴っちゃいましたかね、はい、赤坂の同点タイムリーツーベースヒット、4対4の同点、8回の裏に追いつきまして、そしてこのここはさ、決勝の場面ですよね、ここは、夏休みのナイトゲーム、お子さんも多いこの名古屋ドームです。こういうちょっとはね、大島デッド強いですからね、はい、うん、さあランナー2、3塁、4対4、外れています。両チームともにリリーフで今日苦労したゲーム、ただ打つ方は大事なところで両チームよくヒットが出ています。中日の方が上回るか、この場面8回の裏、ちょっと間合いが合いません。苦しかった今日のゲーム、しかし8回の裏ビッグイニングが待っていました。3対3同点、4対4同点、3点を取って一気に同点に追いついた中日。これも手は上がらない、これ三浦の勝ちが消えちゃいましたからね。あ、そうですね、はい、変わってすぐですからね、ちょっともったいない気がしますよ、そうですね、7回までは三浦が投げていましたが、平田はワンアウトしか取れず、そしてこの大原も結果的には同点に追いつかれてしまいました。さあ中日、決勝のシーンにできるか、ストライクです。いやー、もう小林さん、このイニングに行かないとね、一挙に行かないとね、はい、7回の表に中日、祖父江から3得点という DeNA、8回の裏には平田、そして大原から3得点の中日、共にリリーフピッチャーを捉えています。なお2、3塁、3ボール、3ボール1ストライクです。わずかに外れてますか。さあ3ボールです。大島、ここはもう絞っていけばいいですね。いいですね、はい、一気に試合を決めることができるか。
今日ヒット1本の大島、見送りました。フルカウント。今どうなったんですか、小松さん。今まっすぐに当てたんじゃないでしょうかね。ちょっと曲がってきましたからね、タイミングやっぱ合いませんでしたからね、ベンチの谷繁監督、一気に勝ち越しまで行きたい中日。